ローカです、今回はねちょっとアガベの病気の話をしようと思います。梅雨時でね湿度も上がってきてる季節になります。そこでアガベの病気っていうのも発生しやすい時期ではありますね。ここのところ害虫の話とかはね前の動画でも上げたりしたんですけど、今回は病気の動画になります。そこでね皆さんアガベの病気っていうと何を思い浮かべるでしょう。炭疽病とかね結構メジャーなところですよね。でも実はアガベの病気というのはたったの2種類しかありません。これは登録されている病気ということになります。その辺のことについてもね詳しくお話していきたいと思いますので、最後まで見ていってください。それではね病気の話スタートします。それではねアガベの病気について、アガベの病気がどんな種類があるのか、冒頭でね2種類と言いましたけど、この2種類が何なのかっていうお話をしていきます。1つ目は炭疽病です。皆さんご存知の炭疽病ですね。これ正式名称ではありません。一応正式にはハンテン病と言います。ハンテン病の別の病名として炭疽病、活斑病って言われますね。すべて同じものを指してます。炭疽病、ハンテン病、活斑病、みんな同じものです。アガベの場合炭疽病って言われることが多いので、ここから先はね炭疽病としてお話をします。本当はハンテン病だよっていうことを覚えておいてください。でこの病気は、農業生物資源人員バンクというところに登録があります。そこに登録がある2種類の話をしてます。先ほど言いましたようにハンテン病ですね。ハンテン病、炭疽病、アガベ炭疽病とか言われますけど炭疽病、こちらは菌が原因で起きる病気になってます。カビ系の病気だと思ってください。でこれをね引き起こしている炭疽病を引き起こす菌って言われているのがコニオチリウムアガベズっていうね、もう名前に学名にアガベズって入っている菌なんですよね。どういうことかというとアガベを宿主とする菌です。なので他の植物から移ってきたりとかする病気ではないんですよね。アガベ特有の炭疽病ということです。ここについてはねもう少し詳しく後ほどお話しします。それともう一つ、二つあるうちのもう一つの病気はネコブセンチュウです。ネコブセンチュウ病とか言われるんですけども、これはね地下根っこにコブができてしまう、そういった病気です。こういう鉢植えで出ることって多分ほとんどないと思います。うちでもね出たことがありません。これはね地植えだと出たりすることがあるようです。なので今回はね炭疽病の話をね結構重点的にお話していきます。うちでも出ないですしね、あんまり、線虫がいるような土壌でアガベを育っていると、ネコブ線虫っていうねコブ病になったりします。でこのアガベにねネコブ線虫病を引き起こす、これ虫というのかね、体型動物っていう、ミミズみたいな感じのねものなんですけど、虫と言っていいのかな、一応虫ということにしておきましょう。体長が 0.3 ミリとか1ミリいかないぐらいのもので、ほぼ目視で確認するのは難しいと言われているものです。メロイドギネアレナリアっていう、これがその線虫の名前なんですけども、このねネコブ線虫がネコブ病、根にコブを作る病気を引き起こしますよと。でアガベに登録がある病気というのはこのたったの2種類だけなんですよね実は。ちょっとねここを掘り下げてねお話していきます。ではね炭疽病、ハンテン病についてちょっと詳しく掘り下げて話をしていきます。ハンテン病とか炭疽病とか、植物の病名なんですけど、これはね平たく言ってしまうと総称なんですよね。どういうことかというと、例えばうどんこ病って皆さん聞いたことあると思います。植物やっている方はこのうどんこ病でも症状がね白いカビみたいなものが葉に生えるというか白くなってしまう、その症状をうどんこ病っていうんですけど、これを引き起こしている原因となる菌っていうのは様々なんですよ。例えばバラとかトマト、
キュウリ、まあ、そういったものでうどんこ病っていうのは出るんですけど、これらのね植物違うじゃないですか。バラ、キュウリ、トマト、これらにうどんこ病を引き起こしている菌の種類というのは違います。それぞれもう宿主が決まっている菌なんですよ。トマトにうどんこ病を引き起こすのはトマトにつく菌、キュウリにうどんこ病を引き起こすのはキュウリにつく菌、バラにうどんこ病を出しているのはバラにつく菌という感じで、それぞれね違うものがついてます。でも出てくる症状はうどんこ病、あの歯が白くねかびたようになる症状、これを総称してうどんこ病と呼んでいます。まあ、こんな感じなんですよね。だから炭素病っていうのもいろんな植物、まあ、斑点病、炭素病って言われるものも他の植物でもいろいろ出るものがあります。でもアガベに炭素病を引き起こしている菌とはまた別の菌ということです。まあ、逆に言えばアガベに、その炭素病の症状を、ね、引き起こしている菌はアガベにしかつかないよということです。まあ、アガベが宿主ですね。まあ、前回話したアガベマイト、これは害虫ですけど、これもアガベを宿主にする虫だったんですけど、アガベ特有のものって認識でいいと思います。でどういった時にねこの炭素病がアガベに出てくるのかっていうことなんですけど、あの湿度が高いとか、あのそういったことよりも葉の状態が悪い、株の状態が落ちている、まあそういった時に出てきます。というのもこれねアガベに限らずなんですけども、植物の葉のね表面には、まあ、菌というのがたくさんいます。いろんな菌がいます。有用微生物って言われるあの光合成を助けたりとか、まあ、そういった悪い菌を抑えるようないい菌もいます。そしてその中にアガベ炭素病の菌もいます。まあ、こういうことだと思ってます。まあ、これはちょっとねもう僕も顕微鏡で、ね、見たわけでもないんで研究者ではないので、まあ、あくまでちょっと想像が入るんですけど、まあ、常にいる菌ということですね。はい、こちらが、まあ、例えば株の状態が落ちた、湿度が高くてちょっと蒸れた状態になったとか、葉の表面の状態が悪くなった場合っていうのは、この有用微生物って言われるね今までテリトリーを二分してたみたいな感じで葉の表面にいたものが有用微生物の方が少なくなってしまう、こういった場合、この場合炭素病の菌がはびこってきます。そして菌糸をね葉に下ろして炭素病の症状として出てくる、まあ、こういった感じだと思うんですよね。まあ、菌が葉の上で、まあ、葉の表面でねバランスが取れている状態っていうのは、まあ、病気の症状が出ないよっていう感じだと思います。このバランスが崩れると途端に病気が目立って出てきます。まあ、片方が強くなってしまうって感じですね。常にいるバランスの中でいい状態が保てていると、まあ、どちらもね優勢にならずいい感じで病状が抑えられているっていう状態が普通の健康な状態だと思ってください。なのでこの炭素病の症状をねアガベに引き起こさないためには、まあ、株の健康状態をね良くする、葉の健康状態を良くするということだと思います。ではねこの斑点病、炭素病の対策、まあ、どういう対策をするのかっていうことなんですけど、まずはね、お、何か虫がいる。まあ、まずはね風通しを良くするってことですね。まあ、これによってよどんだ空気を流す、まあ、この風に当てるっていうのは別に強い風をずっと当てろという意味ではなくて、対流させてあげる、風が回るような状況を作ってあげるっていうことが大事だと思います。まあ、蜂同士がね、うちもそうなんですけど、こう密な状態で置いてあるとどうしても風通しが悪くなりますよね。そうするとやっぱり菌が繁殖しやすい状態っていうのができてしまうんで、まあ、空気がよどまないようにね風が流れる状態っていうのがいいのかなと思ってます。それともう一つは窒素過多にしないっていうことですね。まあ、肥料とかねあげてる人あげてると思うんですけど、その窒素過多、窒素が多い、まあ、窒素、リン酸、カリっていうねこの3つの成分が窒素、植物を育てる上での三大要素と言われていますが、窒素っていうのは、まあ、葉を大きくねする効果とか、まあ、そういったものがあるんですが、まあ、余分な窒素分っていうのが葉のねこの表層にたまるようなんですよね。そうなると、まあ、悪い菌がそこに繁殖しやすいよって、もう理屈はねちょっと自分で調べてみてください。なかなか説明するの難しいですね。まあそんな感じなんで、まあ、窒素過多にしない、まあ窒素過多にしていいこと多分ないので、まあちょっといろいろ調べてみると面白いと思います。まあそんな感じでね葉の健康状態を保ってあげようっていうことですね。それで炭素病はねほぼ出ないと思います。で次はね殺菌についてです。
じゃあ菌がいるんだったら殺菌しちゃえばいいんじゃないのって思われると思うんですけども、僕はここ数年殺菌してません。アガベね、どれも殺菌してないんですよね。まあ、殺菌する時っていうのも当然あります。それは切った時とか、あとはね、まあ、どうしてもその幹部がぐじゅぐじゅしてしまうとか、なんかいろんな症状が出てしまった時は殺菌しますけど、ほぼねこの普通の状態の時にその防ぐために殺菌っていうのをしてません。これはなんでねそういうふうに今してるのかっていうと、以前はねすごい農薬をまいて定期的に殺菌してたんですよ。でもここ2年ぐらい、1年半から2年ぐらいは全然殺菌をしてないんですけど、炭素病っていうのは出てないんですよね。これはまあずっと長い実験をしてまして、この先ほど葉の表面に有用細菌もいますよっていう話をしたと思うんです。で、農薬を使って殺菌してしまうと、その植物にとっていい菌、光合成を助けたりとかそういうことをしている有用細菌と言われるものも全て死滅させてしまうことになるんですよね。当然炭素病の菌も死ぬんですが、まあ、それはねどっちかっていうとあんまり良くないんじゃないかなっていう考えになりまして、最近は全然ね農薬を散布する、殺菌剤を散布するってことをしてません。でもね全然出ません。そこでね何を使ってるのかっていうと、こちら木作液、これを週1ぐらいで散布してます。もうずっと冬の間も、毎週1回ぐらいはねやってます。それ以上やってるかもしれない。はい、それでこの木作液のね具体的な使い方と効能なんですけども、まあ、あのうちではね葉面散布、まあ、葉にねこう霧吹き状のもので散布してあげるっていうやり方と、土壌に灌水、これを希釈した液を普通の水やり代わりにあげる、そういう使い方をしてます。まあ、この辺の理屈についてはね先日めちゃめちゃいい動画が上がってたんですよ。それがね理論的にね解説されてて、まあ、この動画すごいいいじゃんと思ったんですよね。めちゃめちゃいい。僕もねいろいろ説明しようと思ったんですけど、なかなかね難しいんですよね、簡潔に説明するっていうのが。僕が話すとめちゃめちゃ長くなっちゃうので、こちらの動画見てほしいんですけど、これね趣味バカ日記さんっていうね、植物の YouTube やられてる方が上げてた動画なんですけど、木作液についてね、特にその土壌の酸度とか、あとね根酸の話とかね、その辺も含まれてもう全部ねそこでもう短くね簡潔に分かりやすく話をされてたんで、まあ、そちらの動画見てもらえるとめちゃめちゃ分かると思います。木作液がどういったものなのか、また酢というもののね効果、まあ、酢というかね酢酸なんですけど、まあ、別に木作液である必要ないと思います。あ、これ米酢とかね穀物酢でもいいんですよね。まあ、同じ効能なんですけど、こっちをなんで使うかっていうと、こっちのがね酸度が高いんですよ。同じ量入っててもお酢のがちょっと薄いっていうのかな。なのでこっちの方がねたくさん使えるっていうところです。はい、かなりの酸性なんですよね。酸性強いです。 pH2.8 からプラマイ 0.5 なんで、かなり酸度強いです。強いというのか低いというか pH は低いです。はい、なのでね灌水して使うっていうやり方についてはそちらの動画ね見てもらえるとすごい理屈がよくわかると思います。おすすめです。ではね、うちでやってる葉面散布、これについてのお話をしていきます。葉面散布は葉に、先ほどから有用細菌っていう話をしてますけど、この有用細菌の餌になるんですよね。この木作液の有機物が残って葉の表面のねその細菌たちの餌になるということで、これを定期的に1週間おきぐらいに散布してます。で、これによってね何がいいのかというと、その有用細菌が増えることによって、先ほどの炭素病、アガベに悪い方の影響を与える炭素病の菌っていうのを抑える役割っていうのがね大きくなりますね。そうすると葉のね表面のバランスっていうのが整って、まあ、炭素病だけがはびこって炭素病の症状が出てしまうっていうことを、まあ、かなり抑えることができると思ってます。実際ね結構長期で使ってて、使ってなかった頃よりかなり調子はいいです。植物ので、調子がいいって言ってますけど、どう調子がいいのかっていうのはねなかなかまあ
説明難しいんですが、ずっと見てるとね、あ、調子いいなっていうのはなんとなく自分では分かるんですけど、まあ、簡単に説明すると、まあ、まずね、炭素病出ないんです。で、出なくなりました。うちの株でね、出てる株今ないんですよね。だから炭素病の症状もちょっと見せられないんですけど、まあ、写真があったらどっかに出しておきます。はい、ちょっとね、写真があったのでここにね、写真を出しておきますが、これが炭素病の症状です。斑点のようにね、ポツンと出て、そこから年輪のように広がっていくんですよね。こう目玉みたいになる感じです。これが炭素病、まあ、斑点病と言われるものの幹部ですね。これはまあ下歯の方で起きることがほとんどです。まあ、なんで下歯の方で起きるかっていうと、まあ、下歯の方の歯ってね、まあ、もう弱って枯れ落ちそうな歯だったりするんですよね。そういった元気のない葉っぱにやっぱりこういう菌ははびこりやすいっていうことです。まあ、そこまでね、心配することでもないんですよね。まあ、これで上の方に広がってくるってことはほぼないです。うちではね、そういう症状になったことがないですね。で、こうやってもう出てしまったらこれね、治らないですね。まあ、進行を止めることはできますが、殺菌したりして、まあその辺なんで、まあ枯れ落ちるんで切っちゃっていいと思います。まあ、これが炭素病の症状です。で、これ以外にもね、だいぶ黒くなる症状っていうのはまあちょいちょい出るんですけど、それはね、炭素病の症状とはまた違ってたりして、まあ外的要因で傷ができたところから鎖が入ったとか、まあそもそも鎖がね、入っちゃったっていう感じの、まあぐじゅぐじゅしちゃうとか、まあそういう症状になる場合は炭素病ではないですね。まあ普通に鎖が入ったと思った方がいいと思います。なので、まあその場合は殺菌してあげて、まあそこをね、落ち着くまで待ってみる、乾かしてみるとか、まあそういう対処になってくると思います。それとこれね、ちょっとびっくりしたんですけど、かなり白くなりますね。歯の表面ですね、歯の表面のワックス質が、まあ、明らかに強くなった感じがします。まあ、どういったことかというと、白いアガベがね、より白くなりましたね。ちょっと見てもらおうかな。これね、何回も見せてる株なんですけど、まあ、それがね、この辺の株になるんですけど、こういう白いアガベですね、こういった白子が乗るようなワックス質の強いアガベが、まあ、かなり白くなりましたね。まあ、これ使ってない時よりも白いです。他にもベイビーティースとか、まあ、そっちを見てもらおうかな。こちらね、ベイビーティースなんですけど、この白さっすよ。めちゃめちゃ白い。このね、なんつうんだろうな、こんな感じでね、ちょっと光の加減であんまり白く見えないかもしれないですけど、まあ、相当白いです。もともと白くなるアガベはアガベなんですけど、こういったね、白子が乗るやつがより強くなった感じはしますね。はい。まあ、それと冒頭の方でね、窒素型になるとあまり良くないよって話をしたと思うんですけど、その窒素型の部分、窒素のね、葉の表面の方に上がってきてしまった窒素分、余計な窒素分を解消するっていう効果も木作液にあるようなんで、まあ、その辺はね、ちょっとなかなか実感できないところなんですけど、まあいいのかなと思ってます。あと、うちはこの木作液にね、こちらちょっと今もう空でないんだけど、ホストップ、これ肥料なんですけど、リンカリ肥料です。リン酸カリだけ、窒素なしっていう肥料、これを混ぜて使ってます。これはね、2000倍、ちなみに木作液は500倍です。500倍に薄めて使ってます。葉面散布も乾水も両方とも500倍でやってます。ただこれ、これからの高温時期とかね、そこはもうちょっと薄い方がいいのかなって気もしますね。あんまり強いと、これもすごい酸性なんで、薬害、まあ、薬じゃないんで薬害というのかちょっと微妙なところなんですが、まあ、薬害ということにしましょう。まあ、薬害が生じる恐れがありますよっていうのはよく言われてます。うちではね、これによっての薬害みたいのが出たことがないんですが、濃度を濃くすればね、葉の表面が黄色く斑点になってしまうということもあるかもしれません。まあ、うちでは500倍、まあ、初めはね、1000倍ぐらいから徐々に慣らしてあげてもいいのかなと思ってます。まあ、このホストップと木作液の混合液を散布するなり乾水するなりして使ってます。で、木作液を使うね、デメリットなんですけど、デメリットはね、これ良くも悪くもなんですけど、匂いですね。匂いが、これはこの木作液の匂いはもう完全に燻製の匂いです。スモークの匂いですね。スモーキーな匂いがします。
すごい匂いです。家の中で使ったら自分までいぶされた匂いになっちゃうよってぐらい匂います。はい、まあ、その匂いですかね。温室とかで使うとね、僕は嫌いな匂いじゃないんで結構いい匂いだなと思うんですけど、知らない人がこの温室入ってきたら結構びっくりするぐらい燻製臭い、なんかここでいぶしたのかなって思うぐらいいぶしの匂いがします。まあ、それとですね、害虫の忌避、虫が寄ってこないようにねする効果っていうのも一応あるようなんですけど、僕は全然それは実感できません。当然アガベマイトにも全然効きません。はい、あと殺菌目的、この殺菌っていう面でも殺菌はおそらくできません。殺菌できるほどの濃度で撒いたら、まあ、多分高濃度で撒けばね殺菌できると思うんですよね。ただ殺菌できるほどの濃度で植物に撒いてしまったら、まあ、酸でやられちゃうんじゃないかなって感じがします。これはね実験してないでは何とも分かんないんですけど、原液とか使うもんではないです。まあ1000倍から500倍ぐらいかな。うちではまあそれを500倍で使ってますよって感じ。濃度によってね結構使い方って変わってくるっていうか効能が変わってくるようなんですけど、まあ、うちの使い方だと500倍で、先ほど言ったような使い方をしてます。なので、まあ、害虫忌避とか、まあ、殺虫殺菌みたいな目的で使うっていうんであればちょっと考えた方がいいのかなと思ってます。僕はあんまり実感できてません。それとね、即効性は多分感じないと思います。撒いたら即元気になった、撒いたら即白くなったみたいなことではなく、結構ね長期使ってみて、去年に比べたらいいかなみたいな、調子がいいかなみたいな、そういう感じの効き方なんで、まあ、即効性をね求める人は液肥を撒くとかね、農薬を撒くとか、そうした方が即効性はあると思います。まあ、なのでね長期に使って、まあ、1年2年っていう長いスパンでね使ってみて、まあ、効果が実感できるかなっていう感じだと思います。まあ、若干ねこの辺の効能みたいなことは、まあ、いろんなネットでもね調べると出てくると思うんですが、なんて言うんだろうな、まとめサイトみたいなところの情報って、まあ、この辺がねなんかすごい曖昧なことしか書いてないんですよ。実際この人使ってみて書いてんのかなみたいなことしか出てこないんで、なんかおまじない系に感じるんですけど、実際使ってみるとね結構いいなと僕は思ってます。まあ、信じるか信じないかはあなた次第なんですけども、まあ、そんな感じですね。そんな感じのものです。まあ、おまじない系といえばおまじない系なんですが、一応効果はあると思ってます。はい、それではねまとめていこうと思いますが、まずねアガベの病気は2種類ですよ。炭疽病、まあ、ハンペン病とネコブセンチュで、この病気ね、炭疽病を防ぐにはどうしたらいいかっていうと、風通しよくして健康状態を保ってあげましょうっていうことです。まあ当然ねここには日照とかねそういった部分も関係してきます。健康に育つのに日陰に置いておいて健康には育ちません。ちゃんと日に当ててあげて、しっかり水もあげてあげて、葉の調子を上げてあげましょうっていうところです。で、葉の調子を上げるのに役立つ資材として木作液結構おすすめですよっていうお話です。で、この木作液は、まあ、ホームセンターとかでもね結構安く買える資材になります。なのでねちょっと試しに買って使ってみるっていうのはいいかもしれません。こういう植物に撒く他にもね消臭の効果とかいろいろあるようなので、まあ、粗悪品買うとちょっと濁ってたりとかね、そういったものは買わないようにして、ちょっと透明度が高くて、まあ、沈殿物が少ないものを選んでね買ってあげれば、まあ大体大丈夫なのかなって感じがしますけどね。あとは匂いですね。この木作液の匂いは多分好き嫌いがあると思います。僕はこのいぶしの匂い嫌いじゃないので、まあ、大丈夫ですけど、部屋の中で使ったりするとすごいと思うんで、まあ、この匂いが気にならないんであれば結構おすすめの資材かなと僕は思ってます。で、細かいねいろんな他のちゃんとした科学的な話みたいのは前の方でもね紹介させてもらった趣味バカ日記さんのねそちらの動画見ていただけるとすごい参考になると思います。リンク貼っとくんで、よかったらねそっちも見てみてください。それではね、まずここのバケツにね20リッター入ってるんで、水がそこにこれをね500倍になるように希釈していきます。まあ、大体これの半分ぐらいが 5ミリリットルなので、これを10、15、20、4と、これでね大体
500倍です。これよくかき混ぜます。はい、これでね500倍希釈できたので、うちはね今ねちょっと別途タンク別体にしてあるんで、こっちにねスイッチがあるんですけど、これをスイッチを入れてあげて、ここのバケツからね水を吸うようになってます。まあ大量に使いたいんでね、こっちが純正のタンクなんですけど、この純正のタンクは今農薬用にしか使ってません。じゃあねこんな感じでこう散布していきます。この散布はねあんまり日の高いうちやんない方がいいです。朝早くやるか夕方涼しくなる頃やるか。ちょっと今撮影のためにね結構まだ暑いんですけど撒いちゃってますけど、あんまり高濃度で撒くとそこのところが焼けのようになってしまったりするようなので、こんな感じで全ての壁に両面散布していきます。これをね週1回ぐらいやってますね。全株、これはアガベもアロエも全てですね。で水やりの2回に1回ぐらいはこの木作液を溶いて、さっきのバケツからじょうろで作って水やりしてます。でこの木作液自体にね害虫危機効果っていうのはあるようなんですが、どちらかというとこの葉面散布してあげることによって肌にはね水が嫌いなんで、こう葉裏とかしっかりかけてあげることによって肌にを流してしまうという効果もありますね。ただうちはほぼ肌に出ないです。というのも今ねアグリメックっていうそのアガベマイトに対する薬をまいてるんで、肌にもね多分いたとしても死んでると思います。はい、まあ散布の感じはねこんな感じです。よく葉にかかるように撒いてあげる。あんまり暑い時に撒くと水がね早く蒸発して、そこのところだけ濃度が濃くなって、まあ、葉焼けのような症状が出てしまうということなので、まあ、なるべく涼しいうちにこの時期はね、まあ、冬なんかは別に関係なくやってましたけど、夏はねちょっと気をつけた方がいいかなと思ってます。はい、こんな感じでした。はい、それではね今回はアガベの病気についてのお話でした。皆さんもね、まあ、梅雨もねもうなんか早く明けちゃいそうですけど、まあ、なるべく風通しよくして徒長とかねあんまりさせないように気をつけながら梅雨を、残りの梅雨もねこうしていきましょう。そしてねすぐ暑い夏が来ますんで、まあ、そちらはそちらでまた動画撮っていきたいと思います。それではねまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。ベルマークオンにしていただくと通知が届きますのでご活用ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。